こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。9月23日は昼と夜の時間がほぼ同じになる秋分の日です。秋分の日は戦前秋季皇霊祭と呼ばれていました。これは歴代の天皇並びに皇族の霊を祀る儀式を行う日ということで、1948年に祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日として秋分の日と改名されました。ちなみに春分の日は自然を称え生物を慈しむ日として制定され、国民の祝日となります。秋分の日と同じく1948年に春季皇霊祭から春分の日に改名されました。天文学的には春分の日はその日を境に夏に向かって一日の日照時間が長くなります。一方秋分の日は冬に向かっていくため一日の日照時間が日に日に短くなっていきます。春分の日は春の訪れを祝う意味合いが強く、秋分の日はご先祖様を敬う意味合いが色濃くなりました。秋分の日は彼岸の中日とも呼ばれています。お彼岸は秋分の日と前後3日間を合わせた7日間のことを指します。初日を彼岸入り、最終日を彼岸明けとして、ちょうど間の秋分の日を彼岸の中日と呼びます。お彼岸は日本独特の風習で、その歴史は古く平安時代からあったと言われています。仏教の世界ではご先祖様のいらっしゃる悟りの世界を彼岸、今私たちが生きている世界を此岸と示すそうです。秋分の日は昼と夜の長さがほぼ等しくなることから、この日は彼岸と此岸の距離が最も近い日と考えられて、ご先祖様への感謝の気持ちを表しやすい日と考えられるようになりました。こうして秋分の日前後は先祖を敬い感謝を伝えることができる日として、お墓参りに行ったりお仏壇に手を合わせたりするなど、ご先祖様の供養をする日となりました。秋分にはおはぎを食べる風習があります。小豆の赤には邪気を払う効果があるとして備えられたのがきっかけです。小豆は縄文時代から食べられている日本人に非常に馴染みの深い食材です。おはぎはご先祖様にお供えをする上等な品として、また、邪気を払い健康を祈願する意味でもお彼岸の行事食となりました。はぎの花が小豆の粒によく似ている様子からおはぎ餅と呼ばれ、そのうちに餅が取り払われておはぎとひらがなで表現されるようになったと言われています。中秋の名月の会では、ススキやお月様に見立てた黄色いボンボンマブなどを飾ってお月見をしたんですけれども、秋らしいお花にこちらの赤茶色のお花の割れもこうがあります。私はお月見の時もこちらのお花を生けましたが、割れもこうは8月末から10月に開花する秋分の日前後に咲き頃を迎える植物です。この赤いぼんぼりのようなものは小さな花の集まりで、高原の植物とされていますが、関東の都市部でも日当たりの良いところで見かけることができます。この時期は秋のお花としてお花屋さんにも並んでいます。赤茶色の丸い花穂が可愛く、風にそよぐ華奢な姿に風情を感じる植物で、日本では華道や茶道の世界でも古くから愛されてきました。日本では北海道から九州に分布しています。耐寒性耐暑性に優れていて、手をかけなくてもよく育ちます。花穂は晩秋まで美しく、冬に地上部を枯らせて冬越しし、春に再び芽吹きます。庭植えや寄せ植えのアクセントとして使ったり、切り花としても人気があります。割れもこうの花穂の愛嬌のある姿が何とも可愛らしく、この姿に由来して愛穂の花言葉がつきました。また変化という花言葉がありますが、これは上から下に向かって順に花を咲かせることにちなむと言われています。この割れもこうの学名サングイソルバオフィシナリスのサングイソルバとは、ラテン語で地と吸収するという意味があります。
これはワレモコウの根部タンニンが含まれ、古くから止血効果のある薬とされていたことが由来です。オフィシナリスは薬用効果のあるという意味で、薬草の種類であることがわかります。ハーブの一種であるサラダバーネットもワレモコウの仲間です。サラダバーネットは日本の多湿に弱く、夏の蒸れで枯れてしまいがちですが、寒冷地や風通しの良い場所で管理することで長く楽しめます。サラダバーネットの花はワレモコウに似た球状の形をしていて、初夏に開花します。サラダバーネットはヨーロッパでは古くから親しまれているハーブの一つで、化学薬品のなかった時代は薬草として傷口に止血止めとして使われました。葉っぱはキュウリに似た爽やかな香りがします。サラダやスープの風味付け、お茶、クリームチーズやバターなどに練り込んでハーブバターとして使うこともできます。こちらは観賞用の日本のワレモコウなんですが、このお花を入れるだけでちょっと秋らしい演出ができますので、秋分の日にはお好きなお花とワレモコウなどを飾ってご先祖様に思いを馳せてみるのも良いかと思います。私も秋のお花を生けて、おはぎをお供えして、感謝を込めて一緒に美味しくいただきたいと思います。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。